かえり。ねえ、ゆみちゃん、座って。あのさ、帰ってきた早々悪いんだけどさ、筆箱見せてください。どうしてんの？筆箱抜き打ちチェックです。今日暑かったね。うん、暑い。超暑い。超暑かったね。あれ、わかんないじゃん。帽子取っていいよ。暑いから。涼しい。うん。やっぱお家は涼しいな。ねえ、クーラー入っちゃうからね。じゃん。じゃあランドセルをちゃんとしまって。はい、じゃあリミちゃんの筆箱はこれだったね。入学前にね、紹介はしてるんだよね。あの、かゆいんですか？足かゆいの。痛い。どうして？重い。重いから。体重が重いから。何なんで足痛いの？ランドセルが重いからか。そうだよね。はい、じゃあ入学してからずっとこれを使ってて、丸3ヶ月ぐらい経ったね。4月、5月、6月、ちょうど今7月の頭だから丸3ヶ月ぐらい使いました。さて、超汚い。中はどうなってるでしょう。汚くね。じゃあ見てみようか。名前だから見せません。はい。じゃあ開けてください。オープン。鉛筆買いました。このぐらいまでいったか。この辺汚くない？なんでだね、レミちゃん。すごいよ。お筆箱になってね。お筆箱。お汚いって書いてお筆箱。お筆箱。うん。こんな感じだね。鉛筆は5本で、名前とガンとジョギ。これ名前書くの忘れた。本当？で消しゴムだね。まあ至ってあの普通のものだね。裏は？裏？うん。裏何も入ってない。何も入ってないの？うん。裏は綺麗だね。何も入ってないから。うん。めっちゃ綺麗。ピカピカじゃん。裏は何も入れてないんだ。うん。どうですか。もう慣れた？手箱。もう慣れてる。慣れた。うん、あ、リミ名前書いてる。カチコチに固まってる。やっぱりリミちゃんの筆箱お筆箱だね。お筆箱汚いって書くんだね。ねえね、うん、鉛筆に名前書くの忘れた。書かなきゃ。はい、じゃあ名前書き終わりましたか。はい、はい、じゃあ OK かな。はい、はい、はい、OK です。少し後でさ、筆箱を拭いた方がいいよ。まあ、拭いてもね、取れなくて。ダメ？でも超一生懸命拭いたんだけどね。うん。この隙間とかに入っちゃってさ。ダメ、取れないんだ。取れ。うん。取れもしない。え？とは言えない。うん。まだ？おーにーりみみりみりみりみリミリミミリミリミリリミリミミリミミミミミリミミ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 。皆さん、こんにちは。ショーリミチャンネルのリミです。
今回はミミの筆箱を紹介します。2年生になったらまずこれを使います。1年生の時に使ってたメゾピアノの筆箱に戻しました。戻したの懐かしいね。1年生最初の入学した時に使ってたやつ。汚いね。中身はでも汚いね。前これさ掃除したよね。うん、ね、掃除したね。それでも綺麗にならなかったんだよね、うん、で変えたんだけど、で変えた筆箱がね割れちゃって階段から落として、でその後またね新しいのに変えたんだけど、2年生はちょっと初心に帰ってそれに変えるのね、うん、はい。じゃあ中身はもう、でもりみちゃんの筆箱はちょっと、じゃあ中身見せてもらおうかな。ほとんどプーさんよ。プーさんの鉛筆4本とドナルド1本と、うん、名前ペンと赤白だね。赤黒、赤青、赤白とか赤青鉛筆と鉛筆削りがもともとついてるんですよね、筆箱に。で、あと定規とこれ懐かしい、うん、プーさんの消しゴム、名前はアーチ、うん、これ消せる、ほらちょっと消せられたんですよ。そこまで消したら綺麗になるね、うん、はい、裏は裏、はい、じゃあ裏を見てみようか、うん、おー、なにこれ、葉っぱ、うん、拾ったの、うん、学校で、学校で拾ったやつ入れっぱなし、うん、へぇ、あ、触らない方がいいの、切れちゃった、切れちゃったよ、やだよ、やだよ、じゃあ置いとこう。じゃあこれは大切にこのまましまっとくのね。あー、漏れちゃった、うん、はい、でしまってください。一番上なんだよね。じゃあプーさんの筆箱、あ、水止めもしまいましょう。てててーててててはい、じゃあリミちゃんの筆箱はね、もうすぐですね、まあ、ほとんど変わってないということでね、はい、はい、新学期はじゃあ高級筆箱にね、したのとかね、落としたので見て、あー危ない、もうガシャン行くとこだったよ、もうやだはい、じゃあ挨拶お願いします、うん、今日はリミの筆箱の中身、あとね、2年生になってから使う筆箱を、ね、紹介しましたと言ってももうめっちゃ短かったけどねリミちゃんは簡単だもんね、まだね、まだまだね、リミはねあまりねそういう興味ないしね、鉛筆とか決められた、そう、多くもね興味ないし、決められたものをさえ持ってればいいタイプなので、あっさりしたね感じです、うん、はい、それではバイバーイ。グミ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 ペア、3時だおやつ。